何の呼吸今の。ベトナムの呼吸。さあ夜が明けましたね。おいおい、拾ってやれ。やすがすがしい朝だな。バカの役職はどこにでも存在するものじゃなく、もともとバカなやつにしか舞い降りない。どうもエコジンパチです。黙ってろ天才、今いいとこなんだよ。潔陽一です、よろしくお願いします。だってここは結果が全てでしょ。あんたを信じた俺の勝ちでしょ。バチラさんちのめぐるくんです、よろしく。筋肉は嘘をつかない、国神大好きだ、よろしくな。俺は最初からかっこいいと思ってたぞ。ガガマル銀です、よろしくお願いします。寝てろ凡人、俺の生き方は俺が決める。生きたいように生きて、勝ちたいように勝つ。馬狼翔英だ、よろしく頼む。サッカーなんかやんないし、スポーツもやったことない、一生ダラダラしてたいんだよね。凪誠志郎、よろしく。何言ってんだお前ら、潰す一択だ。見かけりょうだ。バカを見つけてそいつを踏み台にする。愛しりんだ。キャンセルだ。この国にどんなバカが、どんなバカが、どんなバカが、どんなバカが生まれるか、俺がこの目で確かめてやる。スペインの天才だ、よろしく。キャンセルだ。この国にどんなバカが生まれるか、俺がこの目で確かめてやる。どうもベトナム代表です、よろしくお願いします。イサキ、イガグリ、そんな寝よく世界一のストライカーとか言えたら、俺に負けて泣く前に家に帰れよ凡人の方が。ダハッ、やり出してもいいですか。まあこれで行こう。かわいそう。リテイクだし。3-1ロックオフ。あ、これも始まってんのか。始まった、始まったよ。しよっしゃ、よっしゃ。うん、なるほどな。いつもやってるゲームと違うな。普通の動けねえぞ。ではない、これはバカという役職が集まった、バカが含まれる、バカがバカとかバカでバカする人狼だ。じゃあお前がバカだな。おい、石入れたバカ。お前票入れたやつがバカなんだからな、バカ。バカ人。今回はエゴな。今回エゴって何だ。今回エゴなんで俺に入ってんだよ。なんで俺に2つ入ってんだよ。なんで俺に2つ入ってんだよ。イサギ、イサギもバカって思われてんだ。なんでだよ。まあ、とりあえずこの、ね、投票はあの関係ありませんのでね、死なないやつね、死なないやつ。なるほどね。死なないやつだった。このモデレーターっていうのはどういう意味なんだよ。一番人気だよっていう、うん、何言ってんだお前。ほんと一番人気だ。やっぱりバカじゃねえかよ。一番人気なエゴジンパチでーす。もうちょっと真面目に説明してくれよな。寝言がうるさいぞ。俺たち真剣に世界一のストライカーになりに来たんだよ。ああ眠い。スペインはまだ朝だけどな。スペインは知らねえよ。知らないよ。すごい知らねえよ。本当か。ベトナムは。ベトナムは。ベトナムで。なんだなんだなんだ今。何今の。ベトナムでうどん吸ってた。何何の呼吸今の。ベトナムの呼吸。さあ夜が明けましたね。おいおい、拾ってやれ。いや、すがすがしい朝だな。いや、すがすがしい朝だ。拾ってやれ。ヤギがかわいそうだろ今。空気がうめえ。すいません、レオが先に拾ってやれ。ちょっと喋っていいですか。エゴジンパチの家をちょっと見に行ったら、紫、黄緑、緑、オレンジ、茶色が何ほどずらー入ってくるところは。いたいた。いたいた。何しに来たの君は。何これやと思った。ちなみになんだけど、俺も言ったからあんたバカだね。俺は言ってないからバカ。ってことはあんたバカっていうことなんだ、ね、あんたバカだな。ちなみに俺も言ったけど5人ぐらい言ってたぞ。じゃあバローもバカだな。人数は合ってるけど人が違うってことだろうな。まあなるほどね。俺もエゴのやつの家見合ってたけどよ、誰一人として入らなかったんだ。ってことは俺はバカってことか。お前バカだ。バカだな。いやこれバカかもしんねえ。今誰に向けてバカっつってバカが。エゴはさ、お前外出た。俺外に出れなかった。エゴの家にトラップが仕掛けられてたから、うん、エゴが外出れなかったってことは嘘ついてんじゃない。エゴはそもそも外に出ようとしたのか。出ようとした、はい、出れなかったね、うん。ちなみにエゴジンパチの家に行った人教えてほしい。俺、はいはい、俺行った。バチラ君とイサギ君と
レオガガマルだけ。あ、でも5人、5人ってことで会議終了だ。時間が。国神君はネオネオ。俺は言ってないぞ。ネオ、眠て。じゃあ俺、バカってことじゃないか。なるほどな。なんか特に誰も死んでないし。誰も死んでないじゃん。誰も死なねえのはなんでだ。なんだ。おいおい、大丈夫か。お、俺じゃん。どうした。ネズミだ。ネズミだ。なんだったんだ。今のなんだ。なんだ？なんだ？なるほどな。ウサギ、今回何やってんだ？俺はキラ君とこ行ったけど、止めに行った。じゃあそうだわ、俺止められたもん、イサギ君に。エゴジンパチが1ラウンド目でお前が止められたって言うんだったら、それは俺が止めたし、今回キラ君を止めたのも俺だから、俺はポリス。これな、俺ネズミなんだ。ネズミでイサギを見たら緑のポリスだった。俺バカかもしれない。バチラがポリスのバカだとするなら、エゴのところに行ってエゴがもし止まったんだとするなら、バチラが死んだったんだけど。じゃあエゴはポリスでイサギの家に行ったんだけど、イサギが出れてるってこと、全然出れてるの。バチラは俺のところに2ラウンド目で来て、でもそれで俺のことを止められなかったから、ポリスだけどバカってことだろ今。そういう状態じゃねえの、うん、サッカーの練習しろバーカー。なんだこいつ。会議終了だ。終わっちまったよ。俺このタイミングで死ぬ気がすんな。おい、誰も死なないじゃん。何これ、話すだけのゲーム。てか全員役職行ってみたら。俺ルックアウトだよ。俺もだな。俺もだな。うん、俺多いな。ドクターだ。さあ、さっきの話だとエリート凡人はバカだよ。いや、俺はバカじゃないと思うよ、多分。いや、でも一発目間違えてたし。5人いたからさすがに全部覚えらんなかったからさ。右側に履歴あるよ。紫と黄緑と茶色と緑と赤だ。俺もルックアウトでエゴの上に行ったぞ。じゃあ合ってるわ。つうか話し合う時間短くね、これ。めちゃくちゃ短いよな。あの、お隣さんうるさいんですけど。え、ちょっと近所迷惑です。これ…あ、見ちゃった。あぁ…イサギくんが慣れてるな。イサギくんとライチくんが…なんだ、寝ちゃったよ。あ、バカか。バカじゃねえか。やっぱりバカじゃないかよ。イサギくんはでもポリスだよね。ポリスじゃねえか。イサギはポリスだよ。ポリスだな、ポリスだな。ってことは、エゴは白いか。俺、ルックアウトなんだが、イサギの家に行ったんだ。赤色のやつが入ってった。おおい、俺は。俺、ルックアウトだぞ。じゃあ、バロは昨日の夜何してたの？俺、イサギの家にルックアウトで張りに行ったけど、誰も来なかった。ちなみに、ライチンの家は？もう行ってないな。一度だ。行ってないな。人気ないな。ただこれバローに、まあ、とりあえず集まってんな。なんでだよ。リンちゃん信じてみよう。ちなみに俺はあのバローのこと止めに行こうとしたら、他のポリスに止められて家から出れなかったよ。じゃあな、下手くそ。認めるんだな。これ本物じゃねえのか。赤のルックアウト。リンナイスだな。じゃあな、芝生どう。ってことはリンちゃんは本物ってこと。いやだ、足怪我した、足怪我した。工作シーザス。何、一人全然関係ねえじゃんか。あれ、あれ工作シーザスしてたんじゃねえのか。工作シーザスが。これ絶対足くじいたでしょ。あ、バカだし。バカだ、バカだ。本物だった。今エゴジンパチの家行こうとしたら足怪我した。これまた見ちゃったんだが、バチラの家にピンク色と茶色が入ってた。確かに俺は見に行ったな。いとし、サエは何したんだ？ルックアウトだから見るしかできねえだろうがい。ガガマル、ドクターって言ってなかったか？ドクターなのにバチラさんちのめぐるく死んでるけど。としたら俺がバカなのかもしれないぞ。ああ、うん、その可能性あんな。サエとガガマル、ローラーしちゃえばもう。ローリングしちゃった。ガガマル以外にドクターってやついるか？俺だ。あ、国神か、俺んとこに3回来た。ああ、もうめっちゃ言ってる。あの、リンちゃんの家をもう交互に。好きなの？オッケーオッケー。そういうことだったのか。まあ、好きなの？まあ、好意的じゃない。好きなのって言うんだよ。好きなのかなって思ってね。これ、キノコタイム発生する可能性ありますからね。なんだ、キノコタイム。ちょっと卑猥なのやめてくれねえか。卑猥なのやめてくれ。下ネタやめろよ。ついに俺は。ラブコメキノコのキノコタイム入ります。じゃあな。いやいやバローが働かないんだもん。ストレートすぎるだろ。ちょっと待てよ。いやでも待って、あと一人。第三陣営だ。やめな。どうだぞ。第三陣営がいるんだ。第三なんだこれ。これ第三見つけるの大変だな。一人ずつ釣っていくしかないんじゃないか。じゃあ信憑性の高いやつを残そう。とりあえずリンちゃんはリンちゃんしろ。確定確定だな。で俺もドクター。英語の人配さんはネズミですからね。
あ、確かに。ああ、最初にそうだったね。そうだった。ってなると、あれ、レオさえなぎきら。いとしりんちゃんの家を見に行ったけど、誰も来なかったよ。来なかったな。お兄ちゃん？俺はナギんとこに行ったけどな。一個前の時夜はサエの家を止めに行ったんだよね。止まんなかったんだ。止めれた。え、でも出てる。ポリバカ、ポリバカだから。ポリバカだよ。ポリバカか。俺はトラッパーなんだが、全部エゴの家に仕掛けてる。守ってるってことかな。そうで、今のところ1日目と多分3日目か4日目ぐらいに引っかかってる。そうだ、キラリョウスケ一回引っかかったもんな。あー、引っかかったよ。言ってた言ってた。あれ、ということはこれやっぱキラリョウスケとイトシサエがちょっと怪しいな。どれ、あと一人だよ、第三次。あ、もうこれちょ、キラキラくん、あー本当にピザ。びっくりした今、寝てたら家が爆発した音がした。あー、バカだな。あー、ほらバカでしょ。ナギはバカだ。エゴジンパチ、もうこれで分かったでしょ、誰が鬼だか。ああ、これはもうはっきりしたな。ああ、なるほど。で、あとはもう俺すごかったから今。ああ、ドクターだね。ああ、なるほど。ああ、なるほどな。あの、いとしのさえさん、何されました？ちょっと夜は見晴らしを良くしたな。なんかスイッチみたいなの押しちゃった？うん、いとしさえ、君は爆弾魔だったってことかな。それはどうだろうね。わかんないよ、ネズミって言ってるけど、エゴジンパチかもしれないし。なわけねえだろ。え、人のバカじゃないか。人にバカって言う。人にバカってあんまり。監督としてどうかと思うよな。バカ。やっぱ俺もスペイン行こっかな。日本じゃダメだよ、日本じゃ。ベトナムにいる。投票しろ。おいおい、何してんの。まあそりゃそうだろうな。どうするよ。どうすんだよ。本当だよ。なんでこの状態わかるだろうか。エゴはどうしたいんだよ。エゴどうしたいんだよ。俺はもう愛しさんに先から入れてるよ。愛しさんに入れたいの。ああ、入れたいよ。じゃあ俺はどうしたいんだよ、キラリョウスケ。なんでわかんねえんだよ。俺はエゴに入れるべきなんじゃ。入れてくれ。わかった、入れたいところにせーので入れよう。いくよ、せーの。いや、入れんのかい。いやいや、なんで、ねえ、なんで。おい、寝ろ。耳栓でもつけて寝ろ、バーガー。うぜ、死ね。エゴジンパチの家見に来たんだけど、あれ、なんだここは。木図と化しとる。おはよう、りんちゃんだね。すがすがしい朝だな。朝だね。うるせえのが急にな。あ、静かになったね。かルックアウトでした。あ、いい朝だな。いや、なげえって。いい朝だ。つるすなら一番強いやつだよね。おい、俺一番強くなくね。だしな、そうだよな。茶番が長いわ。最後長いっちゃ。茶番長すぎ。